はい、皆さんこんにちは、あみです。今回はですね、こちら前回のね動画で紹介したんですけど、iHerb の姉妹サイトみたいな感じで、まあ iHerb 系列のコスメ専門のサイトができて、それがラブレターっていうサイトなんですけど、そちらで購入したこの化粧品たちを使って今回はメイクをしていきたいと思います。入品がね先に上がると思うんですが、撮ってるのはね最初はこの動画なので開封しつつという感じになっていくかなと思います。じゃあ早速メイクしていきましょう。まずはコサール X の拭き取りで先にちょっと拭き取りをしていきます。ちょっとね昨日ねスキンケアでオイルをね夜塗って寝たので、前髪がしっとりめで、今回、下地というものを特に買ってないので、下地はいつも通りこの RMK のロングラスティング UV メイクアップベースを使っていきます。すごい走ってる。はい、じゃあ今回ファンデーションはこの購入品でも紹介したフィットミーの、シャインフリーバランスファンデティントのスティックファンデーションを使っていこうと思います。で、スポンジはこのウェットアンワイルドのメイクアップスポンジを使っていきます。こんな感じで、ここがね平たいフラットなカットになっていて、あとはね雫型になっています。濡らしたらめちゃめちゃ大きくなりました。しかもめちゃめちゃなんかもちもち、使うの楽しみだな。この235番と220番を今回フィットミ買ったんですけど、多分235番の暗色の方が色が合ってると思う。こんな感じなんですけど、こっちの方がやっぱイエローのトーンの方が色味が合ってる気がするので、220番の方を使っていこうと思います。まあ顔面にザザザザザーと出して、わースティック楽だな手が汚れない。油分が多くてすごい崩れるっていうところがスティックファンデーションの嫌いなとこなんですけど、ちょっとね使ってってみたいと思います。伸びがあまりよろしくない。結構ピタッてすぐ、あでもピタッともしてないのか。今ねもう一回重ねて塗ってたんですけど、重ねてもね全然綺麗な感じですね。でもなんか隠したいとこあんま隠せてない。やっぱなんかフィットミーのラインがそんなにカバー力がね強くないラインなので、そんなにすごいカバー力みたいな感じではないけど、でもねすごいお肌綺麗に見えるかな。なんかスティックファンデーションにありがちななんか油分が多めでなんかヌルヌルするようなつけ心地っていうのはあんまり気にならないかも。なんかフィットミーの良さ、薄付きですごい自然な仕上がりなのにしっかりね、まあある程度カバーしてくれる、でもすごく自然なお肌の質感みたいな、そのフィットミーの良さがそのままほんとスティックファンデーションになったって感じ。スティックファンデーションにあるなんかドロッとした感じとか崩れやすそうな感じっていうのは今のところ全然なくて、すごい使いやすいかも。このレブロンのカラーステフルカバレッジコンシーラーを買いました。色味が30番ライトミディアムっていうカラーです。これね多分日本で売ってない色で、なので買ってみましたけれども、ちょっと若干暗いかな。私の肌トーンと同じぐらいの色味です。コンシーラーでねハイライト入れたいって感じの私からするとちょっと暗いかな。なんかすごい軽いコンシーラーかな、すごい軽め。フルカバレッジってついてるから結構重たく
仕上がるのかなって思ったけど、そんなこともなくて結構サクサク肌に馴染んでってくれる感じ。フィットミーのこのファンデーションのシリーズのフェイスパウダーを3色購入しました。ライト、ミディアムで、ミディアムディープを購入しました。中はね、こんな感じになっています。ライトだけど、あんまライトでもない気もするけど、ライトちょっと塗ってみよう。え、全然黒くない？ちょっと待って、黒いなん？じゃあこのミディアムで顔全体をねセットしていこうかなと思います。ちょっと伝わるかな、この黒さ。ミディアムでも全然黒いですね、だいぶ。でもこのフェイスパウダーやっぱいいわ。なんかね、私の好きな YouTuber の人がこのフェイスパウダーをねいつも使ってて、海外のね。確かにすごいいいかも。やっぱ色がついてるってこともあって、このフェイスパウダーでね顔色を微調整できるっていうところもいいですよね。アイブロウはこちら使っていこうかな。このロラックのアイシャドウパレットアンチプドゴールドっていうアイシャドウパレットです。本当にね使いやすい色味のアイシャドウが揃ってるパレットです。ここの色を眉頭にのせていきます。このね紹介したシグマのこのアングルブラシで、ここの暗いブラウンを眉尻にのせていこうと思います。今回ね、あの購入品でメイクしていく、できるだけね使ってメイクしていきたかったので、ちょっとね明るめのブラウンに眉毛仕上がっているんですが、アイブロウマスカラはこの MAC のプロロングエアウォータープルーフブローセットのブラウンエボニーを使っていきます。この眉マスカラでねちょっと暗めに気持ちしていきます。はい、こんな感じですね。今日は、買ったねつけまつげをつけたいので、気持ち、いつもよりも二重の幅ちょっと広めにとっています。まぶたちょっと色を整えて、まずはここの明るいカラーをまぶた全体というか二重幅の上の方にのせていきます。でちなみにこのブラシにね質問あったんですけど、このブラシはねトゥーフェイスドのブラシです。眉下までのせていきます。じゃあまずここの色取って、もうね、二重幅のクリースの部分に入れていきます。そして下まぶたに、ここの色とここの色を混ぜて塗っていきたいと思います。ちょっとねピンクゴールドみたいな感じでイメージして、めっちゃ綺麗な、やばー、びっくりしちゃった、すごい綺麗。え、このメタメタ感やばい、めっちゃ綺麗です。このね2色混ぜて塗ることでいい感じにねピンクみとゴールド感と混じってめっちゃ綺麗。濃いなんか光のね当たり方でめちゃくちゃ綺麗です。ちょっと今ついちゃったんだけど、これとこれをちょっと混ぜて塗っていこうと思います。あ、これは綺麗かも。あ、でもいい感じにこのねコッパーみたいな色と混ぜるといい感じかも。アイラインは引かずにちょっとまつげをねつけていこうかなと思います。あるわ、ちょっと読み方わかんないんですけど、
このねすごい可愛いつけまつげをつけていこうと思います。海外のつけまつげこういう芯がね黒いものが多くて、なんかこういうアイライン代わりになるような根元が太いのがね向こうはすごい流行っているんだよね。長さに別にこれで平気かな。ちょっと切ろうかな。ちょっとね一束だけ切ってみました。そして地まつげの方はちょっとねまつげ地まつげ上げといていきます。このねまぶたの方にもつけまつげの液をつけといてあげると取れにくくなるのでつけときます。ほんと芯が太いのでつけまつげっていうかアイラインいらないです。粘膜をアイラインで埋めます。上まつげががっつりなので下まつげもねがっつりにしていくので、まじょまじょのラッシュボーンいつも通りに。で待ってる間にねシェーディング入れとこうと思うんですけど、せっかくなのでこのフィットミーの今回買った一番暗い色で入れてみたいと思います。あーでもフェイスパウダーだから結構薄付き、超薄付き、すごいナチュラルにシェーディング入れられるな。すごい、もともとこのフィットミーのフェイスパウダーってセットしてるので、この暗い色のフィットミーのフェイスパウダーのセットもすごい馴染みが良くて、こういう感じで、ノーズシャドウもこのフェイスパウダーで入れていきます。なんかフェイスパウダーだからかな、なんか塗ってます感がないね。ちょっと前にあげたケイトのフルメイクで使ったこのケイトのラッシュフォーミュラのボリュームタイプを使っていきたいと思います。今回ねもうまつげがバッサバサなので、下まつげもねバサバサにしたいのでこれをね使っていきます。一緒に馴染ませるために上まつげにも少しだけのせます。このつけまつげの毛先には塗らないで根元だけに塗ります。毛先に塗るとねせっかくのこのふさふさ感みたいなのがなくなっちゃうので、目尻のアイラインはこのいつもの D アップで、このね際とこのつけまつげがガッて結構目尻でシュンって上がってるので、それに合わせて目尻も跳ね上げて描いていきます。アイラインだけ垂れてると変なので、そしたら黒目下のところも粘膜引いていきます。アイシャドウパレットに戻って、ここのさっき使った暗い色下目尻ここですねに入れます。で今回ねチークというものも買っていないので、 MAC のミネラライズブラッシュのユーモアミーっていうカラー、こんな感じの赤みの少しあるブラウンで結構暗い色なので、このフェイスラインあたりから入れていくとより顔がシュッとして見えて、でも少し赤みが入ってるので血色感も出てくれます。はい、そしてハイライトですね。メガグローのやつとこのメイベリンのねやつ2つ買ったんですけど、こっちとこっちでねちょっとつけていこうかなと思います。でハイライトブラシはこのシグマの F の35番のテーパードハイライトブラッシュを使っていきます。楽しみすぎる。見てくださいこの綺麗さ、やばくないですかこの輝き。まずはいつも通りフェイスミストをしてから塗っていきます。どうだ、ちょっと思ったよりも暗いのと、あと全然なんか光
からな。あ、来た。あ、来た来た来た。輝いてるけど、だいぶ色が黒くて、全然ハイライトの効果をなしてないですね。これは私の色選択のミス。じゃあこっちのウェットアンドワイルドの方を使っていきたいと思います。でこのメガグロハイライター、ちなみにプレスドの方も持ってるんですけど、プレスドの方は私あんまり好きじゃなくて、今回はこっちのルースの方を買ってみました。おー、めっちゃ楽しみ。じゃあちょっとつけてみたいと思います。あ、スプレー忘れてる。声がカスカスになっちゃう。待って、とってもやばい、美しいです。あ、これはもう正解でした。こっち の, あのルースの方は本当にやばい、顔がもうこんなになっちゃうぐらいやばい。びっくりしちゃった。わーわーおわーお、楽しくなっちゃって、ちょっとつけすぎちゃってる感があるっちゃある。え、すごい、私の顔すごいキラキラ。見てください、この輝きかな。こっちもこっちでやばいし、こっちもこっちでやばいし。ハイライトでね、チークがちょっと飛んじゃってるので、もう一回チーク戻って塗ります。あ、ちょっと今ね、こっちのブルジョアのサンダルウッドの方をつけています。こっちの方がね、もうちょっと赤みが強い。で今回リップは赤リップをつけたくて、このピアのリップスティックの20番の色、こんな感じの色をつけていこうと思います。はい、こんな感じです。じゃあちょっと前髪とかいろいろちょっとセットして戻ってきます。はい、ということでこんな感じで完成しました。いかがだったでしょうか。今回使ってみて本当にね、全部ね良くて、結構ファンデーションも、まあつけまつげはまあやっぱりあんまり私似合わないなっていうのはあったんですけど、ブラシも良かったし、このハイライトブラシとかすごい使いやすかったし、あとフェイスパウダーもうすごいね、肌綺麗に見えるし、あとファンデーション、まあ今回はフィットミーを使ってったんですけど、まあレブロンもね使っていこうかなとは思ってるんですけど、このねフィットミーのこのスティックファンデめちゃくちゃ良かったです。なんかトゥーマッチなカバー力の感じでもないし、透け感がすごすぎて肌が逆に汚く見えちゃうみたいなこともないし、いい感じのカバー力とナチュラルさで結構ね自然な感じに仕上がっていて、私好みだなって思います。ラブレター自体がアプリがなくて、そのホームページでしか購入できないんですけど、そのネットでしか購入できないんですけど、でもそのiHerbのアカウントそのまま持っていけるので、あのポイントだったりとかアカウントそのまま使えるので、すごいそこもね楽ちんだなって思って、再登録しなくても海外コスメがね、なんだろう、ドラッグストアコスメってセフォラとかにも置いてなくて、まあいろんなね違うところで買わなきゃいけないと思うんですけど、普段からねiHerb使ってるのですごいね買いやすくて、その面倒なことが少ないので、登録してある人はねめちゃくちゃ使いやすいんじゃないかなと思います。ということで今回はiHerb系列のラブレターっていうね、あの新しいコスメのサイトで購入したこの海外コスメを使ってメイクしてみました。参考になったら嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。